っちゃん。喧嘩嫌いのお前にしては珍しいじゃないか。やる気なんか。せっかくこのメンツが揃ったんだ。理由はどうあれ、血が騒ぐのが極道ってもんじゃないですか。渡瀬の兄貴。まあそれはそうやな。キルハもどうでっか。ここは一つ敵の手のひらで思いっきり踊るっちゅうのは。渡瀬、どっちにしろ遅かれ早かれあんたとは戦う必要があったんや。今ここでやり合うのも悪ない。この4人が本気で戦えば皆無傷ってわけにはいかないでしょう。最悪全員相打ち。黒幕の計画通り殺し合うことになってしまうかもしれない。でもこの中の誰か一人が生き残れば、その男は黒幕の正体を知ることができる。どうでしょう、こうしませんか。もしも自分が生き残った場合は、責任を持って今回の東条近江の揉め、そのケツを拭くと。俺はそれでいい。西島、その代わり俺が生き残った時は東条会も近江連合も丸ごと一緒に潰してしまうかもしれん。俺は細かい計算はでけへんからな。それでもええか。お好きに。勝ち残ったやつにはそのぐらいの権利はあるでしょう。上等や。つくづくバカな連中だな。要は喧嘩がしてだけなんじゃねえのか、お前ら。一つ忘れてるぜ。俺はお前たちよりずっと喧嘩に飢えてきたってこと。キリュウハン。さあ、ドイツからやるんだ。俺はいつ始めてもいい。誰からでも相手するぜ。ほな、俺が相手してもらおっか。ええか、カツヤ。どうぞ。俺は冴島さんとやらせてもらいます。いいですか、冴島さん。好きにせえ。蹴りをつけましょう。はあ。誰が一番強いのか。それに誰がこの事件の幕を引く男なのか。手加減はなしだ。殺すつもりでかかってこい。こんなに
久々の喧嘩、手加減しまずいよ。おい、Yeah!